頭が輝いてたみたいだぞ。ちょいと待った、お二人さん、あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。うえ、なんでわかるんだ。アーカー社の中にあんたらの情報が入ってないからな。おっと、心配する必要はないぜ。スメールシティに入るのを止めてるわけじゃない、その逆で、教令員はスメールシティを訪れた旅の人に便利なツールを提供してるんだ。二人も聞いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識を集められる宝庫だ。教令員は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を開発した。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でよりスムーズに動作し、より威力を発揮できる。これがティナリの言ってたアーカー社端末だな。聞いた感じなんだかすごそうだな。二人は運がいいぜ。今まで教練員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカー社端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。さあ、これは二人へのアーカー社端末だ。どうぞ。もう葉っぱみたいだな。手のひらに乗せて、神の知恵の声を聞けますようにと心の中で念じれば、それを起動することができるよ。これを使えば知識が得られるのなら、もしかしてクラクサナリデビに会える方法がわかるかも。とりあえず試してみようぜ。神の知恵の声を聞けますように。うわあ、一瞬で頭がこれの使い方を理解したぞ。特定のことを考えるだけで習得できるなんて、すっごく便利だな。そう、これがアーカー社の力だ。さあ、スメールシティへようこそ。創神様の知恵があんたたちと共にありますように。よし、早速アーカー社にクラクサナリデビの情報を聞いてみようぜ。まずオイラがやってみるぞ。500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナ聖書に居住。おお、コレイが言ってたのと似てるな。次は創神様に謁見する方法を考える。無理やりこの問題について考えると何かを思い出せそうな、思い出せないような、微妙な感覚だな。はあ、頭が疲れた。うんうん、お前は頭の切れるやつだもんな。で、何を考えるんだ。お前も同じ感じか。安心したぜ。うっ、涙が出そうだ。どうやらスメール人はこの亡くなった神を本当に恋しがってるみたいだな。うーん、オイラたちはスメールに着いたばかりの外国人だから
その問題の答えを得る資格がなかったりして、いろいろ試したけど、クラクサナリデビに会える方法は見つからなかったな。やっぱりティナリが紹介してくれた人に聞いてみようぜ。そいつはスメール人で教練員で働いてるみたいだし、きっとアーカー社からもっとたくさんの情報を得られるだろう。ティナリの手紙、住所が書いてあるぞ。門の近くみたいだ。そっちに行ってみようぜ。家にいてくれるといいんだけどな。こんにちは。ロハウェイってお前のことか？そうですが、何かご用ですか？実はティナリがお前のことを紹介してくれて。何？ティナリだと？あ、いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これはティナリからお前への手紙だ。え、あ、どれどれ。はあ、びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい？クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか？送信様に？あ、私の得意分野じゃないが、いいだろう。アーカー社に聞いてみるよ。すまない、アーカー社はこの問題については答えてくれない。え、お前もか？めちゃくちゃ大口を叩いてたから、オイラたちよりたくさんの情報を手に入れられるんじゃないかと思ったのに。言っただろ、これは私の得意分野じゃないって。私は一階の研究員に過ぎない。アーカー社はきっと私には送信様の情報を知る必要がないと判断したんだ。だが私の知る限り、クラクサナリデビ様はスメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り。送信様はいつも老去なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。じゃあどうすればいいんだ？まあ落ち着いてくれ。これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのもいいだろう。それにクラクサナリデビ様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識や、どうしてもできないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら1年で3本を発表できるだろう。なるほどな。ありがとう、助けてくれて、それから諭してくれて。遠慮するな。他のこと、例えば教練員で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。これも教練員で生きるための一種のサバイバルスキルだ。はあ、まさかとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする？他の人に聞くって言ってもスメールに知り合いなんかいないしな。え、誰だ？あ、そうか、キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。だったら早くあいつに聞きに行こうぜ。
星と深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか。キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか。はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。申し訳ありません、アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人ともそう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理調整する役割も担っています。30人団、変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスファンドさんはうちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして、幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあレグザー町に行こうぜ。ようこそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。話は聞かせてもらったぜ。こんにちは、アスファンド。オイラたちちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど。でキャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、単刀直入すぎないか。しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。え？なんでそういうことになるんだ？教令員を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、その信仰対象は今でもマハールッカ・デバータなんだ。奴らから見れば
スメールを作ってアーカー社を残したのはマハールッカ・デバータの方で、フラクサ・ナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も強霊院の影響で自然とマハールッカ・デバータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、強霊院も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか。なんだかクラクサ・ナリデビがかわいそうだな。どうかな。すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとな。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。方針に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサ・ナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサ・ナリデビ様に興味があるの？お前は？あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサ・ナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はドニアザード。実は私クラクサ・ナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら送信様に助けを求めようとした。送信様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに送信様の姿は見つけられなかった。彼は、ああ、神はきっと私を見捨てたんだ、で絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで？そしてついに男は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは送信様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか？あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちはどこにでも存在すると。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も送信様の化身みたいね。ドニアザード、お前がクラクサ・ナリデビの崇拝者なら、彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。
人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか。ダメだぞ、せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか。探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか。そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか。見たぞ、そっちに行った。さあ追え。あいつらの注意を